春の高校バレー2012男子3回戦ベスト8をかけた戦いです。東京都代表の駿台学園、それに対しますは鹿児島県代表の鹿児島商業高校、東京体育館よりお伝えしてまいります。この放送の解説は全日本女子アナリストの渡辺啓太さんです。渡辺さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、それでは両チームのスターティングラインナップをご紹介していきましょう。まずは鹿児島県代表鹿児島商業高校から、1番はチームの大黒柱レフト与崎風斗、2番高い位置でのトスアップが魅力です飯沼昭典、3番多種多様な攻撃を見せるセンターです大堀亮太郎、4番は去年の夏から急成長を見せました迫田隆一郎、6番身長は192センチのセンター児玉康成、11番オールラウンダーのライトプレイヤーです福吉信也、そしてリベロは2枚入っています大浦坂健太、そしてサーブレシーブの要平谷敦史、監督は40歳8年目になります田代弘明監督です。そして対します東京代表駿台学園のスターティングラインナップ、1番鉄腕サウスポーライトの曽田隆也、2番はブロックの要です山中楓、3番チームを引っ張るキャプテンです唯一の3年生浜田亮、4番ブロックが3枚ついても難なく打ち抜く1年生エース畑光介、5番は今大会まだ2アタックは封印しています長身のサウスポーセッター椿巡、6番高いブロックとフローターサーブが武器です高見優作、リベロは2枚去年の春高も経験しました伊賀亮平、そしてムードメーカーの14番井上幸喜、監督はこのチームを率いて21年になります竹山健也監督です。強打の駿台バレーか立体的高速コンビバレーの鹿児島商業か、夢の続きをつなげることができるのはどちらの高校になるのでしょうか。渡辺さん、まずは両チームのエースに注目していこうと思いますが、はい、駿台学園は1年生です。畑、そうですね、非常に高さありますし、しなやかなフォームから繰り出される強打がどこまで鹿児島商業の、はい、ディフェンスを打ち破れるか非常に楽しみですね。一方の鹿児島商業は1番キャプテンの与崎風斗です。そうですね、与崎君も非常に速い攻撃が持ち味ですから、はい、いかに駿台のブロックを分断してその間を割って、打ち抜けるか、そこに注目したいですね。さあ、まもなく始まりますベスト8をかけた戦いです。東京代表の駿台学園、鹿児島県代表の鹿児島商業高校、春の高校バレー2012男子3回戦ベスト8をかけた戦い、駿台学園対鹿児島商業高校の一戦、浜田のサーブで試合が始まりました。まず最初のポイント、鹿児島商業やはり見せてきましたね。はい、いきなり時間差攻撃でしたね、はい、レセプションが返ればコンビバレーを見せてきます。ここは2でいきました。さあ、しかししっかりと拾っています。椿めぐるは1年生畑へ、ここはブロック。さあ、いきなり駿台学園のエース畑を止めました。そうですね、やはり序盤でエースを止めるということは、その後の攻撃しにくくなってきますから、非常に大きな効果ありますよね。駿台学園は今打ちました畑、この人が中心になります。そして今レシーブを拾った曽田、この人はライトから力強いスパイクを打っていきます。それを引っ張るのが3年生の浜田亮です。しかしここは立て続けに鹿児島商業が3ポイントのリード、非常にいい立ち上がりですね、はい、昨日も試合開始早々9連続ポイントというのがあった鹿児島商業ですが、相手にバレーをさせたくないと話しますキャプテンの与崎、ここもブロックは2枚しっかりとついているが打ち破っていきました1年生のエース畑、1ポイント返します。3対1です。山中楓のジャンプサーブ狙っていきましたが、これはわずかにアウト。リードされているだけで、ああいったサーブはしっかり入れていきたいところですね。そうですね、やはりコンビバレーを特徴とするチームに対してはですね、いかにサーブレシーブを崩せるかというのが一つの鍵になってきますから、はい、駿台の方はサーブに対する意識、これが今日非常に大事になってくると思います。曽田が拾う、椿が上げてセンター線は1枚でシャットアウト、止めたのはキャプテンの与崎。
宮崎ここまでアタックは打っていませんが、やはりチーム引っ張りますね。そうですね。そして11番ライトのエース福吉のサーブです。これは高く上に上がりました。椿はアンダーで上げる。1年生の畑へブロックはついていません。これは返すだけ。ここは速い攻撃、 B クイック、大堀太郎のクイック。これでまたしても3連続ポイント。5点差がついたところでたまらず竹山監督1回目のタイムアウトを取ります。上からで入ったらセットを早くしろよ。いいか、セットを早くして周りのプレーとクイックのプレーをきちんと確認しろよ。はい、さあ一歩よ。はい、竹山健也監督です。45歳、監督歴は21年。キャプテンの浜田は話しました。チームが焦っている時も監督は一人冷静でいてくれる。その指示に従うだけで僕たちはここまで来たと話します。その浜田、しっかりと拾って、そして1年生畑、ブロックは3枚だ。またしても止めたのは与崎。高いですね。鹿児島商業のブロックはここまで本当に効果的ですよね。今のもしっかりサーブで崩して3枚つけに行きましたね、はい。タイムアウト明けのポイントも鹿児島商業。ここも崩した、ダイレクトで打っていきました与崎。冷静に試合を進めています、キャプテンの与崎。鹿児島商業としてはここまでは理想的な展開だと思いますが、はい、非常に理想的ですよね。サーブは非常に効果的です。はい、これも崩した、大きいトスからあとは返すだけです。もう一度旗へ、少し合いません。さあここまで椿のトスアップ少し乱れています。スンダローはやはり少しオープンバレーといいますか、はい、高いトスの攻撃だけになってしまっているので、まず1本しっかりサーブレシーブでレシーブを返してですね、速い攻撃も使っていきたいですね。センター線も非常にいいものを持っています駿台学園。しかしここは速い攻撃、拾った椿、アンダーで伊賀が上げます。そして曽田、ここは難打を打っていきました。時間差攻撃、最後押し込んでいったのはキャプテンの与崎です。曽田のスパイクも、これもショットアウト。大森亮太郎の素晴らしいブロックが出ました。9対2、第1セット序盤抜け出した鹿児島商業。駿台学園としてはどういったバレーをしていけばいいでしょうか。やはりどうしてもサーブで崩されてしまうとですね、はい、難しくなってきますので、今みたいな速攻を一つ手がかりにですね、相手のブロックを迷わせるような攻撃を仕掛けてくるといいですね。一つここは永見のセンター線 A クイックを使ってきました駿台学園。しかしこのセンター線にもしっかりブロック飛んでましたね。そうですね、やはりブロックのマークとしては決まらないところが増えてくるとですね、はい、徐々につきやすくなってきますから、鹿児島商業としてはうまく絞れているのではないかなと思います。ここは時間差、しかし高見のおとりはブロックは飛びません。落ち着いて決めてきました1年生エース畑。ここで後ろに下がってサーブを打ちます。もう非常に落ち着いてますよね。思いっきり打たずに本当に相手のコートの相手が穴をですね、はい、うまく狙いましたね。非常に冷静です。1回戦はやはり緊張したと話しましたが、2回戦はそれほど緊張しなかったと話します1年生の畑。これはアウトになりました。10対4です。点差は6点。この中盤じわりじわりと追い上げて追いついていきたい駿台学園。畑のサーブ、しっかりセッターに返った。時間差、後ろから飛んできたのは与崎。さあ連続ポイントです。駿台学園3ポイント連続で取りました。10対5、持っていきたいところですね。そうですね、少し攻撃は鹿児島商業の攻撃はレフトレフトになってますから、はい、それでそこをしっかりマークしていきたいですね。さあこれもレフトです。迫田が打ってきました。レフトの迫田がほぼ真ん中から打ってきましたね。そうですね、アンテナの、脇で打つわけではなくてですね、はい、少しコートの中央の方から打ってくるような攻撃が目立ちますね。そのあたりもコンビ非常に多く練習してきたと話しました。戸田が拾う、センター線高見、ブロックはしっかりとついています。ここは高い、このまま
長は192センチです。昨日も1人でブロック4ポイントを叩き出しました。身長192センチ、最高到達点は3メートル30。さあ誰を使うか。ここは浜田につけた。浜田のスパイクでポイントを取ります。駿台学園3年生です。この浜田にボール集まってくると駿台学園としてもまとまっていくんですが、そうですね、やはり3年生がいいパフォーマンスをすることで、はい、周りの落ち着きをこう作っていきたいですよね。田上のサーブ、これはいいサーブになります。崩している。しかし時間差使ってくる。バックトスになります。ソナのスパイク、センター線、これもフェイントのような形になりました。そして3年生の浜田へ、少し合いませんがうまく落としてきた。今少しタイミングが合わなかったんですけどね、うまくフォローしましたよね、はい、3年生らしいプレーですよね。12対7です。この浜田、1年生の時にもこの春高全国の舞台を経験しました。しかし2年生の時にはスタンドでの応援、その悔しさもこの3年生のこの大会にぶつけます。入った。サービスエースです。3連続ポイント、12対8、4点差です。サーブを持っているこの高見、ジャンプフローターサーブ、同じようなところを狙っていった。これも崩している。しかし高い児玉、浜田、ここもよく見ていた。冷静です。迫田隆一郎のスパイク、13対8です。その差は5点。1年生エースの畑、その畑が拾う。椿が上げて、そしてライトから曽田、ブロックに当てるような形になります。伊賀がうまくフォロー。そして浜田狙っていきましたが、これはわずかにラインの外でした。昨日もあの浜田の軽く打つストレートスパイクというのが非常に有効だったんですが、はい、そうですね、今日も非常に鹿児島商業のブロック高いですから、はい、ストレートが空いてたらストレートが鋭く抜きたいところですよね。曽田の強打入っています。大きく声を出しました。曽田2年生です。曽田のジャンプサーブ、これはネットにかかります。やはり相手がコンビバレーということですので、はい、サーブ、狙いすぎるとあのようになってしまいますね。そうですね、やはり崩したいっていうところもあるんですけれども、はい、やはりこの点差ですから1点1点を確実に詰めていかなければいけないところですね。そして駿台学園は8番の小野塚がコートの中に入ります。浜田が拾う。時間差を見せてきた。コンビバレーでお返しをします駿台学園。しかし落ち着いて落としてきました。キャプテンのエース大黒柱です、尾崎風斗。今よく見てましたね。やはりコートの空いているところを見つければうまいですね。はい、攻守の要です、与崎風斗。リベロの伊賀が拾う。大きく展開して浜田、ここは思い切り打っていった。アンテナの外を通過しました。さあここまで浜田が調子いいですね。そうですね、今日非常に外球力もありますし、落ち着いたプレーを見せてくれますね。唯一の3年生です。この浜田以外は全員浜田の後輩。この大きなサーブ、少しもったいなかったですかね。そうですね、やはり崩したいって気持ちが強いのかもしれないんですけれども、相手の弱いところを狙ってですね、少し確実なサーブを入れていきたいところですね。児玉のサーブです。これはコンビ合いません。ビッグイック、前半からやはりあれだけ鹿児島商業は時間差攻撃を多投してましたので、はい、今これ大本のクイックっていうこのタイミングで使ったら非常に有効でしたね。この辺りも非常に噂があります。セッターの飯沼崩した。浜田のレセプションが乱れました。9点差がついたところ、駿台学園竹山健也監督2回目のタイムアウトを取ります。目を使おう、目を相手のコートに入って目を使う。パスが速いからついてくるから、もうすぐ速いから早く見ろ。さあ、僕は突き出す。
真ん中からサイドから真ん中からサイドからいいか、さっきのレッド、駿台学園を率います背番号3番唯一の3年生キャプテン濱田涼、後輩は皆仲間です、そして宝物だと話しました。その浜田に勝利をプレゼントしたい1年生、そして2年生、その後輩たちに勝利をプレゼントしたい浜田、ここは浜田を速い攻撃を見せてきます。1年生の畑いい形ですね、あの変わって入った小野塚君が非常に正確なレセプションを入れて非常にいい展開でした。8番の小野塚レセプション、そしてサーブも非常にいいものを持っています。鹿児島商業高校は14番の清田がコート上に入ります。山中楓のサーブ、これもセッターにしっかり返った、こちらにはブロックがいなかった広島のスパイク決めてきました。19対12、まだ7点差はありますが笑顔そして声を失いません駿台学園。このサーブで崩したい中楓のジャンプサーブ、セッターに返った時間差、これは打点の高いスパイクでした。そうですね、あの先ほどライトを使って今度はレフトといったように、はい、決して寸胴のブロックの的を絞らせない素晴らしいトスワークですね。うまくブロックを剥がしていきます2年生の飯沼。ここで鹿児島商業は10番の富山がピンチサーバーとして入ります。うまく拾った2でいった、この大会封印していた2アタック、サウスポーのセッター椿めぐるいいところで見せてきました。その椿めぐるのサーブです、セッターに返っている、ここは長いブローボだ、浜田は拾えません。21対13、攻撃のバリエーションは豊富ですよね、はい、ここに来てブロード見せましたね。今日初めてブロード攻撃を見せてきました鹿児島商業高校、キャプテン与崎文人のサーブです。浜田が拾う、椿は時間差を使った1年生の畑、完璧なコンビネーションですね、内側に切り込んでいきました1年生エースの畑、クイックに2枚飛んできましたからね、はい、十分なおとりの役割を果たしてくれましたね。畑のサーブいいところに落とします、少し乱れたがブロックは 1.5 枚、ブロックがなかなか寸大の方完成しないですね。そうですね、ブロックがあまり完成してない状況なので、あのリベロの伊賀君がですね、はい、どこにレシーブに入るかっていうのをなかなかちょっと迷っているような印象を受けますね。鹿児島商業高校は児玉そして7番の鳥原が入ります。サウスポーの鳥原非常にいいサーブを持っています。小野塚が拾う、大きく転換してその小野塚自分で打っていきました。非常にオーソドックスな王道バレーを見せてきます駿台学園。率いるのは3年生の濱田涼です。ここも時間差、うまく拾った井上、椿大きいトスになる、小野塚は返すだけになります。セッターに返ってここは高いスパイク、迫田龍一郎、両チームは対照的ですよね。駿台の方はやはりレシーブした後に結構こう高いトスで何とか点を取ろうとしてますけど、鹿児島商業の方はサーブレシーブからの攻撃だけでなくラリー打ちの攻撃も非常にスピーディーでバリエーション豊富だと思います。まだ駿台のブロックがついていけていません。ここまでポイントは鹿児島商業、これで24対15、9点差で第1セットのセットポイントを迎えました鹿児島商業。大保のサーブ、浜田、ここも最後のブロックポイントです。第1セットポイントは25対15、
10点差をつけて鹿児島商業高校ベスト8へ一歩近づきました。春の高校バレー2012男子の3回戦ベスト8をかけた戦い、駿台学園対鹿児島代表の鹿児島商業高校。第1セットは25対15、大差で鹿児島商業が取りました。なんとか駿台学園粘ってほしいですね。そうですね、あの1セット目取られてですね、少し追い込まれはしてますけれども、はい、ぜひ思い切ったプレーでですね、1点ずつ積み重ねていってほしいですね。ここはいいサーブになりました。セッター椿はアンダー投げで1年生旗決めてきた。第2セットのポイント抜け出したのは駿台学園、2対0です。何か吹っ切れてるような感じがしますね、はい、常に冷静な竹山監督からの指示が効いたのか。さあ先ほどは崩した中山楓のサーブですが、ここは決めてきます。さすがキャプテンです、与崎風斗。身長192センチ、児玉のサーブわずかにアウトになりました。3対1、先に抜き出しましたこの第2セット、駿台学園3対1です。椿のサーブはこれもアウトになる。1セット目はですね、序盤で駿台のサーブミスで少しリズム作れなかったところありますから、駿台サーブだけは集中していきたいところですよね。サーブカットが非常に大事になってきます。駿台学園浜田しっかりと返ります。そして小野塚、ここはブロック。この第2セット1番の曽田に変えてスターティングメンバーで小野塚を使ってきました。やはり第1セットの動きを見てということでしょうか。そうですね、あの曽田君の決定打が少なかったのと、あとはチーム全体としてサーブレシーブをかなり崩されてましたから、はい、その点のこう安定を図りたいのかなというところありますね。ここは徹底して3番浜田をサーブで狙ってきます。時間差攻撃で4対3、駿台学園もう一歩もう二歩抜け出したいところ。1年生エース畑のサーブです。ここは早い、早いですね。今あの鹿児島商業の方が攻撃が2人の選手しか全員にいないんですね、はい、なので駿台としては3人のブロッカーで相手の2人のアタッカーをしっかりとマークしていきたいところだったんですね。非常に速い攻撃が持ち味、大きく転換して小野塚、ここはブロックに当てていきます。ここは床に落ちたという判定。駿台学園5対4、さあ大事なサーブになります。高見のサーブ崩した、低い位置からのトスアップ、しかし打ち切ってきました。迫田のスパイク、少しあのサーブレシーブ乱れたんですけどね、犬沼間がうまく時間差に持ってきましたね、非常にいいトスアップです。あの低い位置からのトスアップでもコンビを使ってきます。こちらもエイクイック、まだ相手のエイクイックでしたが、ポイントは鹿児島商業6対5。さあ逆転しました。なんとか食らいついていってほしい駿台学園です。キャプテン3年生唯一の3年生浜田に勝利をプレゼントする。その浜田うまく落としてきた。さすが浜田君落ち着いてますね、
逆転は許してもその後引き離されることは許しません。6対6同点。小野塚のサーブネットに当たって入りました。ここは速い A クイック、身長192センチ、児玉のスパイク、軽く飛んでるだけのようにも見えるんですが、そうですね、はい、非常にアタックの幅があって素晴らしいと思います。さあ時間差バックアタックだ。旗のスパイクが決まります。離されません駿台学園。この第2セットしっかりと鹿児島商業をマークしています。浜田のサーブセッターにしっかり返った。時間差を使ってきます。1年生の旗決めた。さあ逆転です。駿台学園8対7。今少しこうブロックも時間、鹿児島商業の時間差攻撃に対応できるようになってきましたよね。そこからやはりエースの、選手まで得点をつなげましたから非常にいい展開ですよね。このサーブはしかし大きかった。それほどサーブミスは多くない駿台学園なんですが、この試合目立ちますね。少し今日の試合目立ちますね。さあここまで鹿児島商業高校は徹底して3番の浜田をサーブで狙ってきていますが、ここは小野塚が拾います。これは合いません。駿台学園のセッターは椿、185センチ、2アタックもあります。サウスポーのセッターです。迫田のジャンプローターサーブ入っている。手は覆りません。さあ10対8、3連続ポイントで抜け出した鹿児島商業。ここでたまらず竹山監督1回目のタイムアウトを取ります。いいぞ、近い、整理しろ整理しろ整理しろ。でさっきのクイックの本数が多くなってするから真ん中しっかりつける、それだけ整理する。今日も150人を超える大応援団が駆けつけました駿台学園。この第2セットはその応援団を見る形、大応援団からパワーをもらって3年生濱田涼を筆頭にコート上で躍動する6人。第1セットは奪われました。第2セット2点ビハインドですが、まだ笑顔、そして声は失っていません駿台学園。野塚が拾う、椿は誰を使うか。旗のブロックは3枚うまく打っていきました。高さのある3枚のブロック揃ってたんですけどね、はい、本当にここしかないっていうところをピンポイントに抜いていきましたね。素晴らしいアタックです。非常に冷静、そしてうまさがあります。まだ1年生です。旗よく見ろ、よく前見てろ。流れを持ってこれるか駿台。セッターにしっかり返って A クイック、やはり高い、身長192センチ、最高到達点は3メートル30です。高さと速さありますから相手のブロックが飛ぶ前に完全に打ち切ってますよね。先ほどのタイムアウト、駿台学園の竹山監督はクイックが多くなってきたからセンターにつけという話をしてたんですけれども ね、 そうですね、言ってましたけどね、今はなかなかつけてませんでしたね。それを上回るスピードで打ってきました6番の児玉。おっとここはコンビミスがありました。相手のミスで1点差に追いついた駿台学園、11対10です。そしてここで14番の清田、非常にレセプションのいい選手です。1日30分以上サーブレシーブに時間を費やしてきたと話します鹿児島商業高校。時間差、旗のスパイク、これは狙ってきた。旗の得意なコースです。クロスの長いスパイク、今のも鹿児島商業の攻撃はブロックの間から抜けてきたところにしっかり浜田君が構えていて、それで最終的につないだボールを畑君がよく決めましたよね。3年生が上げて1年生が打つ、
のチームは本当に今楽しいと話します。1年生の畑、ここも決めた。今のもスーパーレシーブからですよ。さあ逆転です、12対11。1年生の畑です。サウスポーセッター椿のサーブ、これも少し乱したような形になりました。与田君はブロックが2枚。さあしっかりと拾った、アンダーで上げてもう一度畑へ、これはつながります。11番福吉が返すだけになります。決めた、13対11。これで4連続ポイントです。田代監督、鹿児島商業高校1回目のタイムアウトを取ります。レシーブ上で誰が打つの、声出さないのまた、はい、ザイプス。商業高校背番号1番キャプテンの与崎、チームの大黒柱です。攻守の要、非常に滞空時間が長い選手。昨日の2回戦が終わった後、駿台戦では自分たちのバレーができる状態に早く持っていきたいと話しました。その与崎のスパイク、タイムアウト明け最初のポイントは鹿児島商業高校です。180センチ、しかしそれ以上に何か高さを感じますね。そうですね、空中に入り浮いている時間が長いですから、しっかり相手のブロックを見て打つことができてますよね。与崎が乗ればチームが乗ってきます。伊賀がしっかり拾う、ここは大きく連打して小野塚、このセットから入っている小野塚、要所要所で決めてきます。そうですね、駿台の方がやはりサーブレシーブが入るとああいった少し速いテンポの攻撃が仕掛けられますから、非常にリズムを作りますよね。平行トスでレフトからの攻撃を見せてきました駿台学園。ここは早いビークイック、大久良太郎のスパイクです。鹿児島商業はこのセットかなりクイックの本数増えてますね、駿台としてはマークしてきたところだと思います。まあ、まずはこのサーブレシーブしっかりとしたい駿台、小野塚が拾う、そしてもう一度小野塚へ、決めている、見事なインナースパイク。いや、今椿君のトスアップが非常に良かったですね。ブロックを引きつけてライト側1枚に完全にしましたから、非常にためのあるトスで素晴らしかったです。さあ高見のサーブ、これもいいサーブになりました。ダイレクトで返ってきた。さあ3年生浜田、ブロックは1枚だ、決めてきました、16対13。見せかけて見事なフェイントを見せてきました、3年生らしいとても落ち着きのあるプレーですよね、浜田君。今日はあまり強打は打っていませんが、要所要所でポイントを上げます浜田。ここは速い攻撃、ブロックはしっかりついていました、ダイレクトで返ってきます。さあ次はブロードだ、ここもブロックついている、ブロックタイム、そして小野塚へ、ブロックは2枚、ブロックアウト、13。第2セット中盤に来て抜け出します。そして浜田が大きな声を上げます。このセット1番のライトエース曽田に変えて入っている8番の小野塚、いいところで決めてきますね、はい、高見のサーブが続きます。一つ大きく息を吐いた高見、これはラインを踏んでしまいました、踏んでしまいましたね。しかし点差はまだ3点あります駿台学園。第1セットは10点、大差をつけて取られました。鹿児島商業高校6番の児玉、7番の鳥原が入ります。前が非常に高くなりました鹿児島商業高校。
そのブロックの網どのようにかいくぐっていくか。センター、これは速い攻撃。山中楓の素晴らしいクイック。今日一番のスパイクですね、山中君。14です。第2セット抜け出した。ここは押し合いになります。ブロック2枚しっかりとコースに入っていたいが、タッチネットがありました。ちょっと大きいですね。逆にが素晴らしいところでレシーブしましたけどね、ちょっとブロック惜しかったです。18対15、その差は3点。セッターイーヌマのサーブです。浜田には合わない。浜田が飛んだところとトスアップのボールの位置が違いました。18対16、じわりじわりと鹿児島商業が追いついてきます。今のサーブ、さあ椿は浜田を使 う、 もうコースを狙ってきました。ブロック2枚ダイレクトで返ります。ブロックに当てた小野塚が拾う。そしてバックアタックだ。ここできましたね。19対16。いや素晴らしいスパイクですね。そうですね、ブロックレシーバー両方ともいないところにうまく打ち抜きましたね。空中で非常に冷静です。畑、これは拾えません。19対17。鹿児島商業がだいぶクイックでリズムを作ってますから、このままクイックでリズムを作り続けるのか、あるいはクイックを取りにした時間差を入れていくのか、その辺にも注目したいですね。この時間拾う浜田が上げました。そして1年生の畑へ、ブロックは2枚その上です。浜田が上げる。スパックからもう一度ブロック3枚。ここはブロックシャットアウト。高い3枚の壁、ようやく相手のエースを仕留めましたね。あとはその内側を狙っていきましたが、ブロックの網にかかりました。もう一度旗へ、ここは押し込むような形。タッチネットです。ポイントは駿台学園。この第2セット先に20ポイントに到達しています。大事なサーブになります。山中楓、ジャンプサーブ、これは大きい。少しもったいないサーブになってしまいましたですね。そしてここで鹿児島商業高校は応募がコートの中に戻ります。の児玉のサーブです。ジャンプクローター、小野塚が拾う。1年生の畑へ、ここが得意なコースです。この畑、やはり空中に浮いている時間が長いので、はい、ブロックの上から相手のコートの相手をよく見てますよね。素晴らしいスパイクです。奥に椿のサーブ、ここは時間差、ブロックしっかりついていました。ここもついている。大きな攻撃になります。拾った伊賀が上げる。1年生の畑へ、これは返すだけになります。さあセンター、どこを使うか。ここは速い攻撃、拾っている拾っている。長いラリーが続きます。返すだけ、チャンスボールは鹿児島商業。 B クイック、大声の B クイック。ブロックの間でしたね、ちょうど。しかしその前のクイック、そして時間差、駿台学園ブロックしっかりついてましたね。いや、ここに来て駿台のブロックはですね、非常に鹿児島商業のコンビバレーに対応してきてるんですよね。21対20、その差は1点です。時間差だ。あと後ろからブロックが3枚ついていました。同点、21対21。韓国も大きなガッツポーズを見せました。ここで駿台学園第2セット2回目のタイムアウトを取ります。コースケレフトに回せるで、回してお前が中へ行くと、そのとおりしっかりで、
ゾーン、5ゾーンに持ってくる、どちらかの5ゾーンに、チャンスボールを5ゾーンに持ってくる、それでしっかりゆっくりでガーンと入らせる、しっかりうわっと入ってくる、それだけです。駿台学園、駿台学園3番キャプテンの濱田、このチーム唯一の3年生です。高校1年生の時、監督にはいろいろ迷惑をかけた、だから進路選択の時、僕は迷わず残る道を選びましたと話しました。この濱田、他のチームメートは尊敬する人全員濱田さんですと答えます。アタイブロックは3枚しっかりとフォローしている。もう一度旗だ、その上です。3枚ブロックの上を狙っていきました。ブロック2枚、これは返りませんでした。タイムアウト明け、最初のポイントは駿台学園、22対21。全く分からなくなりましたね。そうですね、ここで駿台の粘り強さがだいぶ出てきてますから、はい、非常にこの後半戦楽しみですね。ブロックの後のフォローが人数ですごいですね、下で組まれてる。1本で決まらなくてもですね、何を拾っても拾ってもまた決め直すんだっていうような展開になってますよね。ここはダブルコンタクトです。さあ23対21、ここで止まらず鹿児島商業高校田代監督、2回目のタイムアウトを取ります。ゆっくりゆっくりゆっくり、せーの、よし、まだ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 、攻めろ、攻めるんだよ、攻めるんだよ、攻めるんだよ、気にすんな、まだですよ、まだ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 、はい、ゆっくり来い、ゆっくり来い、1本勝った、1本勝ったね、1本勝った、1本勝った、よし、ここから、ここから切り返し、意識、意識、意識、ゆっくり来い。鹿児島商業高校を率います監督の田代博明監督、現在40歳、監督歴は8年です。昨日の初戦ということでとてもヒヤヒヤした、勝って一つホッとしましたと話しました。畑のサーブで試合が再開されます。ここは与田君の速いスパイクでした。さあその与田君、後ろに下がってサーブを打ちます。点数は23対22。第1セットを取ったのは鹿児島商業、後がない駿台学園。ここは速い攻撃、バックアタック畑、ブロックの手と手の間でした。アンダーで上げる小野塚、濱田へ、さあ拾っている、長いラリーが続きます。まだ拾っている、3年生濱田、まだ続きます、ブロックだ、鏡の手が出ています。バックアタック、畑、両チームとも非常にレシーブ、ブロック連発でですね、いいラリーだったんですけども、はい、最後が決めきれなかったですね。少し力んでしまったか、1年生の畑、与崎のサーブしっかりと拾った、同点に追いつかれた後、濱田うまく落としてくる。さあ24対23、この第2セット、先にセットポイントを迎えたのは駿台学園。背番号6番、加賀美優作のサーブ入った、最後のサービスエース。第2セット25対23、この第2セットの接戦をものにしたのは駿台学園、セットカウント1対1、運命のファイナル第3セットに向かいます。2012男子の3回戦ベスト8をかけた戦い、駿台学園対鹿児島商業高校の一戦、第1セットを取ったのは鹿児島商業、しかし第2セットを奪い返した駿台学園、
試合は運命の第3セットファイナルセットに入っています。解説は渡辺啓太さんでお伝えしています。渡辺さん、はい、ここまで駿台学園のエース畑、そして鹿児島商業のエース野崎の活躍、どのようにご覧になっていますか。そうですね、両チームともやはりつなぎがいいので、はい、最終的にエースに頼る場面が多くなってくるんですけれども、2人のエースがですね、非常にこの試合よく打ち抜いて決めてくれると思います。ただですね、やはり3セット目に入ってきますと、これだけ打数が増えてくると疲労が心配になってきますから、最後の最後まで気持ちで打ち抜いてほしいですね。さあ、ここは鹿児島商業高校エースキャプテンの野崎のスパイクでポイントを取りました。鹿児島商業高校ファイナルセット第3セットは2対1、序盤は鹿児島商業がリードを奪っていますが、このサーブはネットにかかります。2対2、両チームにとって後がないセット、高校3年生はこのセットを取られると引退です。浜田、ここは拾い切りませんでした。3対2、昨年から生まれ変わりました春高バレー、3年生も出場できることになりましたが、これはこの大会負ければ3年生即引退ということを意味します。駿台学園は3年生はただ一人、キャプテンの浜田亮、その浜田を盛り立てる1年生2年生、尊敬する人は浜田さんですと全員が口を揃えて話します。浜田自身もチームに迷惑をかけた時もあった、その恩返しがしたいと話す。その浜田のブロック、ここは打ち抜いていきました。鹿児島商業高校4対3、応募のサーブです。ここは時間差少し合いませんが決めてきた、小野塚のスパイク。この小野塚、中学2年生3年生の時に全国大会で駿台と対戦したことがあります。そこで敗れて悔しかった、だから僕も駿台でプレーがしたい、その1年で新潟から上京してきました。最初は不安もあったが、みんなチームメイトは優しい、今は本当にバレーボールが楽しいですと話します。この第2セット第3セットスターティングメンバーで起用されている小野塚、監督もスパイクは戸田と大差はないんだと話します。そしてその前反則がありました。ポイントは鹿児島商業です。ドリブルを取られましたね。ダブルコンタクトで鹿児島商業のポイント、6対4。このセットを取られたら3年生は引退です。誰もいないところ、2人の間に落としてきました。3連続ポイント、ここで駿台学園1回目のタイムアウトを取ります。第1セットを取られましたが、第2セットを奪い返しました。運命の第3セット、小野塚のスパイク決まった。7対5です。非常に高いブロックライン1枚あったんですけどね、体をひねってクロスのコースにうまく打ちましたね。この小野塚のサーブ、しっかりセンターに返った。ここは A クイック拾っている、ついたという判定ですね。8対5、駿台学園この3点差を少しずつ詰めていきたいところ。このセットを取られたら両チームの3年生は引退です。小野塚が拾う、椿は浜田
田に託す。大事なところでキャプテンが決めます。ブロック2枚完全についてたんですけどね、シンとレシーブの間本当にうまいコースに行ってますね。8対6、その差は2点。浜田のサーブ、これはいいサーブになります。センターが少し動いてトスを上げます。これは返りませんでした。さあ1点差に追いついた。駿台としてはやはり1セット目あれだけ鹿児島商業に序盤でリードされて苦しい展開になりましたから、なんとか試合の中盤までですね、ついていって終盤で粘りを生かしたプレーで勝ち取りたいところですよね。この浜田のサーブはエンドラインの外でした。9対7、この差が再び2点差に開きます。児玉のサーブ、浜田少しレセプション乱れた。赤3枚ブロックの上フェイントを打っていきます。ブロック2枚拾っている。宇賀が上げる、返すだけになります。さあチャンスボールです。鹿児島商業高校時間差決めてきました。1番キャプテンの与田健人。与田君のスパイクも非常に幅があるので、クイックに近いところからの時間差もあれば、今みたいにアンテナの端まで広がって打つ、打数もありますから、非常にバリエーション豊富でいいですね。畑のスパイク、ここはストレートコースになっていきました。しっかりと拾っています。後ろから来るトスですが、うまく打っていった与田君。ブロックは2枚しっかりついているぞ。タッチネットがありました。ここに来て少しミスが出ています、駿台学園。これで鹿児島商業高校は3ポイント連続で奪いました。11対7、その差は4点。しっかりと拾ったセンターに返って1年生の旗、レシーブしっかりとコースに入っていきました。迫田、うまさを見せてくるキャプテンの与崎。ここで駿台学園タイムアウトを取ります。スパイクなんかもさ、ちょこちょこってやってるだけじゃん。またしっかり入ってしっかりボール叩かなきゃ意味がない。裸一枚になっちゃう。もっと自信持って打って。点ぐらい平気で回るからな。いいか、しっかり諦めてくれよ。第3セット、ここまでは12対7、鹿児島商業が5点リード。しかしこのタイムアウト、駿台学園の竹山監督は5点差なんて大したことないと話していました。5点差を追いかける駿台学園、これは合いません。コンビニミスが出ています。早い攻撃、球が決まりますがその後続きません。13対7、6点に開きます。駿台学園としては150人の大応援団の声援を背中から受けることになります。150人の大声援を背負って6点差です。13対7、リードしている鹿児島商業高校。192cm、 6番児玉のサーブ、センターにしっかり返った。赤のスパイクはストレートコース、ランダのような形でしたけれども、そうですね、これもまた一つ駿台の得意なパターンが一つ出たといったところですね。非常にうまいブロックを見てよく打ってますね。非常に狭いところを打ち抜いていきました1年生の畑。14番の清高コートの中に入ります。ここまで駿台学園2番、山中のサーブがアウトになるケースが多いですね。そうですね、3セット目ですからね。やはり疲労もあるのか。14対8、乱された1
1年生旗ブロックは3枚、ブロックアウト、14対9、1年生が大事なところでしっかりと決めてきました。この旗も尊敬する人は浜田さんと速攻で答えています。もう一度ビッグキック、非常に速い攻撃、止められても何度も使ってきますね。コースだけではなくてですね、やはりこう攻撃の幅ですよね。コースもですね、あのアタックラインの内側に落ちてますから、非常にあの高さを生かしたいい攻撃ですよね。キャプテン与崎のサーブ、これはわずかにアウトです。15対10、5点差、チームの大黒柱です。1番与崎風斗、この与崎も3年生。旗のサーブ、時間差、さあやはりこのコンビバレーというのは怖いですね。そうですね、あの非常に素晴らしいコンビネーションなんですけれども、はい、寸大の方もですね、ブロックをこうスイッチして、浜田君がライト側で飛ぶような今、フォーメーションを組んでたんですけれども、はい、なかなかやはり あれだけ高度な時間差ですとうまく対応できないところですよね。鹿児島商業高校6番の児玉、そして7番の鳥原がコートの中に入ります。代わって入った鳥原のサーブ、ネットに当たって入った。この第3セット、中盤で大きく抜け出しました鹿児島商業。鹿児島商業はですね、サーブをずっと3番の浜田君を狙ってたんですよ、はい、今浜田君は少しサーブレシーブから外すフォーメーションに変えてきましたね、はい、これを乱している返すだけになります。チャンスボールはリードしている鹿児島商業、ブロックアウトも完成しません。迫田、そしてここで3年生キャプテンに変えて曽田が入ります。これで駿台学園コート上から3年生はいなくなりました。全員が浜田のために戦います。このサーブはネットにかかる。ただね、こういったミスも出てますから、駿台としてはチャンスあると思うんですよね。18対11、7点のリード鹿児島商業。第3セット、運命のファイナルセット、ここで出た相模優作、今日3本目のサービスエース。ここでたまらず鹿児島商業高校タイムアウトを使います。駿台学園、今コート上に3年生の姿はありません。唯一の3年生浜田亮は現在外から仲間たちを見守ります。気持ちを、そして心を後輩に託して懸命の応援が続く。タイムアウト後最初のポイントは鹿児島商業、19対12。大きな声を出します浜田。それを支えてきた1年生2年生、19対13、6点差を追いかけます。小野塚のサーブ、いいサーブになります。セッターに帰って決めてきた11番の福吉。第3セット、先に20点に到達したのは鹿児島商業高校。点差は7点。駿台学園の3年生浜田はコートの中にはいません。
後輩たちが浜田に勝利をプレゼントするか。旗のバックアタックはブロックのみにかかる。もう一度ここで元気を取り戻してほしい駿台学園。ですね、ブロック1回飛んでから2度飛びしてるんですよね。あのバックアタックに対してもしっかりマークつけてますよね。鹿児島勝負は角田のサーブです。おっと崩した。返すだけになります。チャンスボールはリードしている鹿児島商業の時間差。決めてきます。与崎3連続ポイント。キャプテンの与崎、チームの大黒柱、攻守の要です。さあ誰を使うか。曽田のスパイク大きく弾きました。ここは返すだけになります。ブロック1枚しっかりと手に当てた。ハンターが上げてバックアタック。旗ブロックはありませんでした。1年生が決めてきます。同じような場面でネットにかかったんですが、そうですね、今やっぱり山中君がですね、相手のブロッカーをよく引きつけて、はい、後ろから畑君の鋭いスパイクでしたよね。ここはエキックしっかりブロックついている。もう一度出てくる。さあ誰を使う。1年生の畑つながっている。キャプテンの与崎、これはアウト。ワンタッチはワンタッチはありました。3対14。鹿児島商業高校ベスト8まであと2ポイント。3番の大堀亮太郎コートに戻ります。これも乱した。伊賀がアンダーで上げる。1年生の畑、ここを思い切り打っていった。アウトだ。ワンタッチはありません。24対14。追い詰められた仙台学園、追い詰めた鹿児島商業。3年生はたった1人。その浜田に全員で勝利をプレゼントしたい。その思い一つでここまで戦ってきました。しかし大手をかけているのは鹿児島商業高校。さあ1年生畑、ブロックは3枚。これはアウトです。一度プレーが止まります。主審が確認を行います。最後のプレー、これがアウトであれば鹿児島商業高校がベスト8。ワンタッチだったという判定であれば駿台学園まだ望みをつなぐことになります。3年生の浜田、かなり長い確認が行われていますが、これはどういうことでしょうか。25点目、最後はアウトという判定でした。鹿児島商業高校第3セット25対14でものにしています。セットカウントは3対0。ベスト8に進んだのは鹿児島県代表鹿児島商業高校です。壮絶なゲームになりましたね。はい、非常に素晴らしいレベルの高いゲームでしたね。第3セットまでもつれ込みました。男子の3回戦ベスト8をかけた戦い、駿台学園は唯一の3年生浜田に勝利をプレゼントしたい、その思いでここまで戦ってきました。その浜田がプラカードを持って150人を超える応援団に挨拶をします。1年生の肩にも涙があります。3年生背番号3番の浜田以外は全員1年生2年生来年はあるんですが、この涙はきっと3年生浜田へ向けての涙です。
さあそして一方勝ちました鹿児島商業高校ですが、この後準々決勝も控えています。どういったところポイントになってくるでしょうか。そうですね、あの伝統の速さと確実なコンビバレーの中にですね、はい、今年はさらに高さが加わってますから、ね、安定したレセプションが返りさえすればですね、非常に面白いところまで戦えるのではないかなというふうに思います。さあお伝えしてまいりました駿台学園対鹿児島商業高校の一戦、男子3回戦ベスト8をかけた戦いはセットカウント3対2鹿児島県代表の鹿児島商業高校が勝利を収めました。この放送の解説は全日本女子アナリストの渡辺啓太さんでお送りしていきました。渡辺さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではこの辺で東京体育館から失礼いたします。歌唱史上初のベストボーイエーイ優勝を目指してみんなで決まったイエーイ優勝しちゃいますか、イエーイ明日も勝ちましょうイエーイ